そう。俺マイクこんな感じなんだっけ？なんか音変わったよな。なんか聞こえたよ。うん。なんかバリバリで。なあ、マジな。ヤンキーじゃない。いや、今日の動画めちゃくちゃ久しぶりになるよ。うん。一番最後の動画だったよね。出てきて、ボイルコンパン。あ、そっか。ボイルコンパンが全然持ってないんだけど。だいぶ前にかきつくり行ったときにさ、うん、マフラーの話聞いたんよ、うん、でそのときにまだ吉村のマフラーが2種類ぐらい、ああ2種類だけだったんだ。でもってあのストレートサイクロンが、うん、なんかカミングスみたいな、あであの時もバイク出たばっかりだったからカスタムパーツが全然なかったから、うん、吉村とこの前の竹川、三井竹川、うん、以外にも出た、まあ、なんかビームとか、まあ、他にもなんか出てるっぽいですね。へー、みんなの今の時は、ストレートが魅力的だったけど、竹川の音聞いて、僕たちでしたよって言って手を振っていた。余裕の魂。これもやらなかった。ついていけなかった。ついていけんか。一応負けてられない。そうよ。はい。マフラーなくていいんじゃない？マフラーなし。なしだったらどうなの？マフラーどうかする。マフラー交換するときさ。うん。久しぶりにバイク乗って楽しいな。うん。困るの地獄やけど。街中はやっぱ無理やな。いやな。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。カメラ近すぎて、いや、マップ見えるよ。手しか映ってない。
めっちゃ迷子、まっすぐ。